もう一つのグループが海水の、ね、海水に住むお魚で、この今からこの話をする前にちょっと知っておきたい現象があって、どんな現象かっていうと、細胞って、ね、これ細胞ね、細胞の周りにすごく濃い溶液があった場合に、細胞に比べて濃い溶液が細胞の周りにあった場合に水の移動が起こるっていう現象、水が薄い方から濃い方にどんどん移動するっていう現象、これがこれはあれだよね、あのナメクジに塩をかけた時にナメクジが縮んでしまう現象だよね。ナメクジに塩をかけたことでナメクジの周りにすごく濃い溶液ができて、薄い方から濃い方に水の移動が起こってナメクジが縮んでしまう、ね、これも同じだよ、水分をたっぷり含んだキュウリに塩をかけるとね、キュウリの周りにすごく濃い溶液ができて、薄い方から濃い方に水が移動することでキュウリが、ね、美味しく縮むんだよね。さて、こんな現象が知られていて、じゃあ淡水魚と海水魚がどんな課題を抱えるかっていうと、大きな大きな課題を抱えることになります。淡水魚、もちろんね、その場所にはね、こいつが住んでる場所にはね、餌が豊富にあるかもしれないね、あの住み場がね、あの生息する住み場がたくさんあるかもしれない。だけど淡水魚、淡水中に住んでいる限りやばい課題を抱えることになります。淡水ってのはすごく薄い溶液ですね。で、魚の細胞の内部の溶液は濃い。そうすると水の移動が起こりますね。こっちの逆だね。薄い方から濃い方へ。こうだね。いい？薄い方から濃い方へ。薄い方から濃い方へ。いい？で、どんなや、これ、やばくない？だって、どん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 水が入ってきちゃったら、もう体液ガンガン薄まっちゃって死んじゃうよ。だから、淡水魚はどんな課題を抱えるかっていうと、ちょっと丁寧に書くけど、水がどんどん入ってきて、体液薄まるよっていうやばい課題を抱えてる。海水魚はその逆だよね。海水ってものすごく濃いわけだから、薄い方から濃い方へ水が抜けていってしまう。水が出ていって体液がどん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 濃くなっちゃうよっていうやばい課題を抱える。この課題をどう解決するかってところに、今回の我々が知らなきゃいけないポイントがあるからね。どう解決するかっていうと、まず淡水魚は水をまず飲みません。当たり前だよね。だって水がどんどん内部に、体の内部にね、体内に入ってきちゃうところがこいつの抱える課題なんだから、水を改めて飲む必要はないよね。 そして次にエラから周りに存在する数少ない塩分を積極的に取り込む。周りの塩分を積極的に取り込む。もちろんね、勝手に塩がね入ってきてくれるわけなくて、エネルギーを使って輸送してます。エネルギーを使った輸送です、ね、生物にとって都合のいいように、ね、物質を輸送するためには必ずエネルギーが必要です。いいですか。こういうふうにエネルギーを使った輸送のことを能動輸送って言います。能動輸送って言います。で、もう一つポイントは尿で、多量の薄い尿を排出します、ね、水がガンガン入ってきちゃうからガンガン水を出すっていうんだ ね薄くて多い尿を排出します。海水魚はその逆ね。水が抜けてっちゃうんだから、もうバンバン水を飲んで、どんどん水を飲んで、そしてエラからは逆に塩を出す、ね、塩をどんどん出す、ね、エラからはどんどん塩を出す。
もちろんこの輸送も能動輸送だよ、ね、丸能ってだけど能動輸送だよ。どん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 エラから塩を出す。で排出される尿は少量の、ね、もちろん少量だよね。水は貴重なんだからね、こいつにとって。水がどんどん抜けてっちゃう、やばいやばいっていう課題なんだから、たくさん尿を出すわけないよね。貴重な水分をたくさん外に出すわけないよね。少量の ここがちょっと厄介で、体液と同じ濃さの尿を出すんですよ。もちろん理想としてはね、こいつの理想としてはものすごく濃い尿、本当に塩の塊みたいな尿をドベッとね、少量出したいんだけど、だけどね、それができないっていうんですね。あの一応今の学説ではそこまで魚類は進化していないって考え方、自分の体液よりも濃い濃さの尿を魚類は作れるようになるまで進化していないっていう考え方があります。とにかく魚類は本当は理想としては濃い尿を出したいんだけど、体液と同じ濃さの尿しか出せない。でもちろん水分は貴重だから少量、ね、もしかしたら、ね、進化の途中なのかもしれません。これがどんどん進化するかと、ね、進化して、ね、あの体液よりも濃い、ね、尿を作ることができるようになるかもしれません。まあというか、ね、あの進化した結果が、ね、我々なんだけど、まあまあ皆さんはそんなイメージで、ね、まだ進化の途中なのかなっていうイメージで、ね、しっかり捉えてください、ね、いいですか。もう一回我々の意識しなきゃいけないポイントは、それぞれの生物の抱える課題、ね、それをどう解決するか、これですよ。いいですか。しっかりマスターしましょう。